はいどうも。音楽見聞録ナビゲーターのマシンです。このチャンネルでは YouTube で視聴できるアーティスト楽曲などの差をの分析をやっております。ただし、専門知識は持ち合わせておりませんので、しからず。はい、今回はですね、えー、著作権侵害してごめんなさいバージョンということで <laughs>、えー。え笑っちゃダメだね。はい。えー、反省してますよということでね、あのー、楽曲の音声なしバージョン。 でちょっとね構成がもうしっくり決まらないんでえっ、ー、と1週間悩み続けたんですけどね、えー、決まらないんでちょっとテスト的に、えー、作ってみたものを公開し,してみようかなと思いますはい今回分析する楽曲は「ヨルしかのただ君に晴れただ君に晴れ」です そしてですね、一応動画の流れなんですけども、えー、2本立てていこうと思うんですが、とりあえず今のところ1本立てだけでテストで行います。えっ、ー、と、音像の分析ですね。ゾウ、サウンドイメージということで、えー、音像の分析中心にやります。4回分析します。1回目、524メーター、ステレオで音でこれらを見ます。 で、2周目、えー、スペアナ下にあります。スペアナで、サイドの音。で、3周目はミッドの音。4周目はモノラル。これちょっと追加しました。ああ。いろいろちょっとね、せっかくのタイミングなんで、変えてみようかなと思ってます。はい。このサイド、のミッドも結局音を聞いていただけなくなっちゃうんで、うん、LR だけ L ちゃんだけ、R ちゃんだけ、右だけ、左だけみたいな方が、皆さんもデオと一緒にこう共有していただけるんじゃないかなとか思って考えたりしてるんですけどね。あ、それちょっと試してみようかな。あせっかくなんで、ちょっとこれ試してみますわ。一応ね、自分でこうやって、自分で見て、 えやってみたんですけどねいろいろねいまいちしっくりこないっていうかねなかなか難しいですねやっぱね編集にも時間かかっちゃったりしてっていう感じなんですけどなのでちょっとサイドサイドとミッドやめてえっ、ー、と右左だけ右だけの音をモノラルにして聞いてみる、えー、みたいな感じでやってみようかなと思います皆さんはああそうこれあの音結局楽曲が出なくなっちゃうんでえっ、ー、とー 皆さんのお持ちの、まあ、音楽サブスクとか YouTube ちょっとスマホとかでねご覧いただいている場合はあのもう一台別の、えー、デバイスをミュージックプレイヤーとかあーパソコンとか使ってもらう形になっちゃうんですけどね、えーまあ、YouTube とかサ,サブスクとかね、えー、そういうので、えー、この動画の BGM として、えー、曲を再生して聴きながら 同時に難しいっていうね感じなんですけど、はい、してもらうか、あまあ、あとはさらに、えー、突っ込んでやると、このメーターの動きとタイミングを合わしてみたいな形になるんですけどね。えー、と、またその辺ちょっと詳しく説明した動画も作ったり、試したりしてるんで、またそれは入れ込みたいと思うんですが、えー、今回とりあえずテストになるので、えー、と、この動画と合わせて、えー、と、BGM で 流していただける方は、こう聞きながら見ていただくと、よりイメージしやすいかなと思いますんでね。えー、っと、ちょっと,色々と、いろいろと、今月はお試し、お試しが続くかもしれませんが、お付き合いいただけるとありがたいです。はい。というわけで、それでは進めていきましょうか。それでは、1周目、524メーター中心に BPM や この辺りを見ていきますはい、それではよろしくお願いいたします。ミュージックスターちょっと待った。ミュージックスタートあ、大丈夫ね。そう、収録にも楽曲音声流さない形で。 やりますのでねえー、っと5人をメーターいやーもうなんか疲れちゃったもう <laughs> いろいろ考えたり編集やりすぎてはいえー、5二をですね A メロ入っちゃって 1A メロミッド寄りですね これなんだろうな左から、ギターか。左からギター鳴ってるんで、この左斜めのギザギザ。これギターだと思います。真ん中からもギター鳴ってきたな。で、BPM は、これ多分140でしょうね。70だちょっと、ちょっと遅い感じ。まあ取れなくもないけどっていう感じかな。140のが、 自然かなそして LUS かサビ逃しちゃったんで2サビあたりで大サビがあれば大サビですかねで見ましょうかそうこの,このあれですよね楽曲のそのセクションをねお伝えしながらしないとど,どこを再生してるか分かんないですもんねそれがね難しいんですよね 今は2番の A メロ2回目繰り返しの部分か。えー、相変わらず左からリズムのギター。そして、これはなんだ、ブリッジか ?2 番サビ。2番サビです。えー、l u s がマイナス11.9ぐらいまで来きましたね。あ、マイナス1点六。 マイナス11.6ぐらいですね。2サービで大きいところ。LES 直近3秒の音圧でしたね。そしてここ、感想。真ん中で、センターで、ギター。右に、これシンバルかなところどころ、こう、斜めが出んのはね、シンバルだと思うんですけど、ね、右からギターも聞こえてきたな。あ、今、反応クラップあったな。結構、ステロワイドな感じしましたけど、あんまり出なかったな。 えー、大サビ、マイナス12.11.2まで上がってきましたねこのハンドクラップなんかすごい広そうな感じしてるんですけどね出音はそんなに表示はされないな左右で別々のギター鳴っていて真ん中でもギターギターいっぱいになりますねこのメンバーのえー、ナブナさん だったかなはギターの方なんでしょうかね。ああ、はい、喋ってたら。えーと、それでは LUI ですね。楽曲全体のマイナス14、ああ <laughs> も、もうぐちゃぐちゃになってる。もうダメだ。もう疲れてるから。えー、LUI の、LUI が楽曲全体の音圧でマイナス14.0デシベル。そしてピークレベルが LR ともにマイナス6.5デシベルです。 そして YouTube 側の情報。コンテントラウドネスが 6.5dB。ノーマライズが47%で53%減衰されています。はい。あ、音量は100%で出しています。プレイヤーの音量ですね、YouTube の。はい。そう、ここも消しちゃうから、YouTube 画面消しちゃうんでね、見えないので全部言わなきゃですね。はい。 いろいろなんかね、勝手が変わっちゃうのでね、なんか調子がくれますね。さて、それでは、2周目ですね。えー、2周目、えー、出音ですね。ステレオの出音から右だけ。あ、じゃあじゃあ左だけ先やりましょうか。今までサイドをやったんですけど、気をついただけないので、左だけ。 なのでこれなんかあるかなフェーズしかないか、えー。ということはですよインプットバランス左に振ってモノラルにしておけば真ん中からあ左だけの音が出ると。これ試してみましょう。はいそれでは2周目。 左からの音だけをモノラルにして聞いてみます。これ初めてです。全くやったことないです。それでは、ミュージックスタート。あ、表示を変えなきゃ。あれああこれか。あれこれか。 ああこどうだろうな <laughs> <laughs> その右から聞こえてるギターがあ左か。 左から聞こえてるギターがはっきり真ん中で鳴ってる感じなんですよね。で、ボーカルのボリューム感がちっちゃくなって、要は右と左で、えー、と出てきて正しい音量になるはずなんで、真ん中から鳴ってる音ですよね、ミッドで鳴ってる音。ああ、ギター、左ギターだけになるんで、ちょっとまたこれはこれで。 面白い出方しますねちなみに今、えー、と1サビ終わって感想終わって2番の A メロ入ったところですねはあそしてちょっと音がちっちゃいなやっぱり半減されちゃうからちっちゃくなっちゃいますねあこっちであげようかえー、とっとこ で、上げてみると、ちょっと見にくくなっちゃうかな。よいしょ。これどこだ。よいしょ。これでいこう。これで行ってみよう。でも、キックは聞こえてますし。 ベースもも聞こえてますすしそれでで半分になるんですよねミッドの音が半分になった感じですね出音がそして右のギターのあれだなえっ、ー、とリバーブ水分すんごいうっすら入ってますね圧縮の悪い感じは そんなにわかんないかなサイドで聞くときより全然わかんないですね。あとバランス的には、やっぱりちょっとあの不自然な感じしますね。出音のバランス的に。えっ、ー、と、音の工程のバランスもそうだし、音量感がまず、なんかバランス悪い感じはありますね。やっぱりミッドの音が半分になってて、サイドの音はあそのまま出てて、 っていう感じになるんでちょっと難しいですよねこれ慣れないと捨てるイメージ的にはあ捉えにくい感じがあるのかもしれないですねでももう新しいかなえちょっと今後の,あの参考にさせていただこうと思いますはいえ2周目左の音だけを聞いてみ聞いていきました聞いてみました それでは続いて、今度は右だけの音ですね。よいしょ。今度は右だけにしたものをモノラルにしてます。はい。それでは3週目。右チャンネルだけです。それでは、お願いします。あ、これはこれか。これ書いてなかった。あれあ、違う。 それでは、ミュージックスタート。ちょっと待ってよ。ミュージック。これね、なんでこんなチンタルやってるかっていうと、あのミュージックスタートでこう再生一緒に合わせてもらって、メーターをこう同期させてこう楽しんで遊ぼうかなって思ってるんですよね。<laughs> 自分がね、ぼ僕がね。<laughs> それでちょっとこんな感じに、えー、なってます。はい。 もしよかったらあのご興味のある方はぜひお試しください、はい、さそれでは行ってみようかなはい戻しましたそれではミュージックスタート今度は右だけなんかすあまあイントロだからかなんかすっきりして感じ あ、なんかすっきりした感じになりますね。あええー、なんかすっきりしてる。ええー、こんなに違うんですね。右、右ギター。あ、左にそうか、あの、リズムのギターずっといたんで。あれが結構、ミッドローあたりで、あの、賑やかだったのかもしれないですね。それが混ざって真ん中から聞こえるんで。 やっぱりあれか、えっ、ー、と、ボーカルとかあたりと喧嘩しちゃってるってことなのかな。すごいね、なんか立て込んでる感じはしましたねご。うん、こもってる感じ。バランス悪い感じが出てたと思います。左はね。右はなんかすっきりしてますね。ボーカルとキック、ベース、えー、シンバルあたりの音量が半分になってる感じ。で、右ギターがめちゃくちゃはっきりしてる。 あ、ハイハットもよく聞こえますね。多分右に振ってあるからでしょうね。これはちょっと新しいな。あ、今、面白い。ボーカルとキックとあのスネアだけみたいな感じになってました。ベースが入ってきて。あで、右ギターが入ってて。タム音弾きの。 あ、これだけでも結構面白いかもしれないですね。えー、そうそう、この、えっ、ー、と、これお、一応音像、像なんで、<laughs> サウンドイメージの分析なんで、そうだな、音像的なところ、何かあるかな。 あ左のギターのそのリバーブ成分すらすごいすら入ってますねやっぱうんでも目立つとこそこぐらいかステレオイメージ的な感じであっタムあれトム なんかすごい聞こえてきた感じしましたねだいたいフロアタムは左に振ってあること多いと思うんですけどねこれ右だもんなうんいやこれもこのパターンもちょっと追加するかなでミッドサイドも聞きたいしなってどんどん増えていっちゃうんですよね <laughs> 困っちゃったな えー、三周目。右ちゃんだけ聞きました。わあ、これ長くなっちゃうけどどうしようかな。サイドミット一応サイドだけやっときましょうかね。せっかくなので、サイドやっときましょう。まあ、あれだったらもうカットしちゃえばいいかな。<laughs> いや、ほんともうこの一週間、もう、 悩みまくりでしたね。どうしようかっていう。はい。じゃあ、ちょっとお説明、最初の説明、流れの説明と変わっちゃいますけど、4週目で。あ、いや、いや。ああ、まあいいや。<laughs> はい。えー、ちょっと最初の。はい。ちょっと最初の、えーかえー、動画の流れのところと変わっちゃいますけど、 えっと、サイドの音。サイドの音を聞いてみます。はい。えー、それでは、お願いします。ミュージック、スタート。あ、仕組の悪いとこ分かりますね。あ、やっぱこれいるよな、サイドな、サイドの出ようといるよな。いや、ほんとこれね、聞いていただけないのが、本当に、 残念なんですよね。聴ける環境のある方こうあの、こういった DAW とか、こういうオーディオ録音機器とかに、ね、あのお持ちの方、お詳しい方はぜひね、試してみていただくと面白いかなと思うんですけど。えっ、ー、と、そう、最後の手元、今、ボーカルは本当に薄いリバーブ成分で圧縮の感じのシュワシュワしたところあって、ギター、 もうギターだけ。キックベースなし。ええー、と、これあれだな。あの、ハイハットとかもないですね。シンバルとかも。ギターだけ。あ、今ちょっとフロアタム入りましたね。あ、ハンドクロップは入りました。今サビですね。うっすらシンバルきますけど、もうほぼないですね。これギターだけ。 多分3、えー、2本かな右と左のギター、ほぼそれだけ。えっ、ー、と、右左のギター、ボーカルのリバーブ成分うっすら、で、フロータムがたまにうっすら、シンバルもうっすら、あこれ、高音域でなんか、あこの不自然に出てるの、これ圧縮の悪いとこだな。 多分うんなんかそんな気がするなボーカルのリバーブとシンバルに連動してるっぽいんですけどあの出音的にはすごいシュワラシュワしたシュルシュワシ,シュワシュワっていう <laughs> ちょっと口で言えないですけどねあの圧縮音源の悪いとこあれがすごい出てますね。 あーこれはギターファンにはたまらない出音ですねサイドの出音ちょっと圧縮の悪いとこは目立っちゃってますけどギターがよく分かりますこれだから YouTube じゃなくてあの圧縮音源じゃない非圧縮の音源で聞くといいんじゃないかなと思いますね楽しめると思いますよ えっと、今これ大サビかなもう一番最後のサビですかね。ハンドクラップ。ハンドクラップ結構目立ってますよ。あ、コーラスも入ってる。あ,あの、ハモリ。ハモリも実像感でしっかり入ってましたね。あギターがこの辺いいですよ。リズムのドゥンドゥンドゥンとかね。 じゃ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 めっちゃくちゃわかる。ああ、楽しいです。はい。ギター好きの私としてはね、楽しめますよ。はい。最後の音でした。ミッドはいいかな。ミッドはいいかな。ちょ、お試しですしね、今回ね。あんま長くなってもね。まあ、ちょっと最後、モノラルだけやらせてください。モノラルの出音で試します。はい。とっとっといきます。それでは、ミュージック。 スタート。表示をモノラル。あそうか。まあいいか。表示がそうなんですよね。これの前に入れてるんで、ステレオで出ちゃうんですよね。これ、モノラルってあったかなないか。まあいいや。 出音ですねモノラルの出音、えー、と右と左の音が全部真ん中から出してる感じ全部の音が真ん中から一点集中で出てきてる感じですねなので聴きどころとしてはその左右に振ってあったギターが真ん中でボーカルとかと同じ音像で出てくる弊害っていうんですかねそのあたりが分かるんじゃないかなと要は喧嘩しちゃうボーカルと でもね、あ、いいかもしれない。<laughs> 今、サビぐらいですけど、今、サビですね。1サビですけど、あ、モノラルの出音、いいかもしれないですよ。結構、そのギターの、やっぱロック感がね、増すんですよね、モノラルにすると。結構、いいかもしれないです。 ステレオだと左に振ってあるギターがちょっと重めでこう左になんか頭引っ張られる感じはちょっとあったんですよねそれがなくなって全部真ん中から出てくるんで広がり感はなくなりますけどえー、っとしっかり、えー、なんかロック感ドライブ感めっちゃ出ますそして最後にボーカルのリバーブ成分もうっすらでしたから 多分モノラルにしてもそんなにあの何て言うんでしょうねあの空間で広がった感じが死んじゃって物足りないっていう感じもそこまで出てないのかもしれないですうんまあ出音感はやっぱりだいぶ変わってはいますけどねだいぶ変わってはいますけどこれはこれでありな感じが個人的にはします これね、皆さん、モノラルの出音にできるのかなあ、あの、音楽、えっと、サブスクの音楽プレイヤーとかで設定に、とか、あと、あれか、スマホとかだと、スマホの設定自体で、モノラルで、モノラルにするみたいな、オーディオ設定、確かあったと思うんで、ちょっと詳しくわかんないですけど、確か iPhone とかだったら、iPhone 自体の出力モノラルにするみたいなのもあったと思いますし、オーディオの、あの、ミュージックのアプリとかかな スポティファイとかでも確かあったような気がするんですよねモノラルで出すみたいななのでもしどんなでとかあの直自分で聞きたいっていう方はそういうのも使ってみるといいかもしれないですちょっと今回は解説というよりもいろいろお試ししたかったのでこんな形になってましたでちょっと動画もね全然出せて ないかったのも寂しいかなと思ったんで、えー、ちょっと試しに作ってみました。はい。ということで、えー、とまたこの曲を改めて、ちゃんと <laughs>、あのー、しっかりした形固まれば、もう一回分析したいなと思います。す <laughs> もうだめだ。もう疲れてるんです。はい、すいません。 はいというわけで、今回のお試し版になりますがあ、以上で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また、来週もお試しが続くかなと思います。12月までには、ちょっとね、しっかりした、また、軌道修正したもので、定期的に、えー、公開していきたいなと思っておりますが、もう少しお待ちいただけるとありがたありあり、ありがたいです。<laughs> ダメだ。 神々ですはい、えー。というわけでまたあ次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。